電子顕微鏡に憧れてその日本女子大学を受けたっていうところがあるんですね。大学の中で電子顕微鏡が実際に使えますし、かなり専門的な技術を持った先生方がいらっしゃるので、安心して自分の目で見て手を動かして新しい発見とかがあるとすごいワクワクします。少人数なので先生との距離が近いですね。レポートすごい束で出しても全てに赤ペンで書いてくれたりとか、みんなの顔と名前を先生方覚えてくださるので、何もできないところからでも先生が一対一で教えてくれるというところで充実しているのでいいなと思います。夏にアメリカのボストンの方にアメリカ文化を学びに行きました。現地の大学に行って一緒に授業を受けるという機会もあったんですけれども、現地の大学の方って質問投げられる前に自分から質問しに行っていたり、疑問に思ったらすぐ発言するっていうので、英語はツールでしかなくて自分自身がどう考えて私の意見はこうなんだっていうのを伝えることが大切なんだっていうのを学びました。友達はみんなすごく明るくてこう自発的な子が多くいる中で、自分のやりたいこととか好きなことっていうのを追求しながらすごいやってるのを私も見ていて、いっぱい刺激を受けるというか、自分はもっと頑張らなくちゃみたいな、そういうような友達が多いかな。すごいなと思います。卒業生の選考を通した体験談が書かれてるノートなんですけど、本選考の面接ではどういうことを聞かれてどういうことに気をつけた方がいいかとか、そういうアドバイスっていうのも載っているので、自分の行きたい企業を探しながら先輩方のアドバイスには目を通してました。キャリア支援課の方々と面談させていただいたりとか、本当にいろいろな支援があったと思います。私が動く、世界が開く。